ハロルド・チャールズ・ショーンバーグは、アメリカの音楽評論家でジャーナリスト。主に、ニューヨーク・タイムズで活躍。1971年、音楽評論家として、初のピューリッツァー賞の受賞者となる。音楽に関して、多数の著書を残したほか、ジスについても一冊の著書がある。ニューヨーク市に生まれ育ち、1937年に、ニューヨーク市立大学ブルックリン校を卒業した後、ニューヨーク大学大学院に学ぶ。1939年、アメリカンミュージックラバーマガジンのレコード批評家となる。1950年、ニューヨークタイムズに参加。10年後、同誌の音楽批評欄の主筆となる。日曜版では、オペラやクラシック音楽に関するデイリーレビューや長文記事を執筆。質量ともに比重が増大しつつあった音楽記事を陰で支え、同誌の音楽批評を一流の水準に引き上げた。1980年に音楽批評欄の主筆を辞してからは、同誌の文化欄の特派員となった。音楽評論家として非常に影響力の大きな存在で、新聞や雑誌への寄稿の他に13冊の著書を刊行。その大半は音楽に関する内容であり、1963年のピアノ音楽の巨匠たちでは、彼の専門であるピアニストたちを1970年の大作曲家の生涯ではモンテベルディから現代に至る主要な作曲家たちの生涯をたどっている。レナード・バーンスタインが1958年から1969年にかけてニューヨークフィルハーモニックの音楽監督を務めた時にはバーンスタインの仕事を辛辣に批判した。ショーンバーグは指揮台の上での大げさな身振りによるこれ見よがしのパフォーマンスを遠回しに批判し、楽曲の構造を聴衆や音楽批評家たちに対してあまりにあからさまに明示するような指揮の仕方を歯に衣着せず糾弾した。とりわけ、バーンスタインがグレン・グールドと共にブラームスのピアノ協奏曲第1番を演奏する際にグールドの解釈に反対しつつも、作品自体は名曲だからと指揮を引き受けた時のショーンバーグの批評は有名である。ショーンバーグによると、バーンスタインはグールドの解釈に賛成できないなら演奏会から手を引くか自分の解釈をグールドに押し付けるかどちらかにすべきだった。ショーンバーグはバーンスタインを音楽のピーターパンと呼んで揶揄した。彼はバーンスタインを宿敵のようにみなしていたとも言われている。しかしながら、バーンスタインがニューヨークフィルを去ってからは、彼に対するショーンバーグの態度は軟化した。著書ザ・グロリアス・ワンズの中では、バーンスタインの指揮を褒めたたえている。ショーンバーグは、また熱烈かつ老練なチェスプレイヤーでもあり、1972年には、アイスランドのレイキャビクで、ボリス・スパスキーとボビー・フィッシャーの世界選手権試合を取材した。音楽以外のテーマを扱った。唯一の著書は、グランドマスターズ・オブ・チェスである。さらにニューゲート・カレンダーという変名を使い、ニューヨーク・タイムズでミステリー小説や恐怖小説の批評を書いたこともある。1980年後半には、ウラジーミル・ホロビッツの回想録の準備を手伝ったことを明らかにしたが、結局この件は頓挫した。伝えられるところによれば、頓挫の理由は、ホロビッツの選択的な記憶や同性愛者だったホロビッツの性生活に関係していたという。ショーンバーグは明治と洞察によって執筆活動を行った。その柱となるものは彼個人のユニークな考え方であり、中立的な立場で発言することはほとんどなかった。彼が書いたことは時に読者から見て承服しがたい場合もあったが、それでも興味をそそり、刺激的であり続けた。2003年7月26日にニューヨーク市で死去。87歳。翌日のニューヨークタイムズに載った訃報の中で、アラン・コージンは音楽評論家として、ショーンバーグは批評的評価やジャーナリストとしての徹底性の基準を確立したと追悼した。ありがとうございます。